答えが何度も出ましたよ、その人に。で、何だろう、たまたま常に現場の中で出会うこととお出会いの中でのことを考えていくんですが、10年ぐらい前に旅に行きます。みんなで旅に来ます。そしてハッと思ったんです。これは菊の仲間ですが、例えばムルチコーレという花です。まく手が止まります。この一粒の種の中にすでにもうムルチコーレになる情報が詰まってるんだ。人参の種の中に人参になる情報が詰まってるんだ。あれ、でもよく私が育てた人参、私が育てた大根、あたかも私がそれを作り上げて、でもそしたら人参を作ってるのは私たちではないんです。じゃあ人間ってどういう仕事なの。常に情報があるんだから、何をしても情報を引き出してるんですね。そこにある情報を引き出す。じゃあどうやって引き出すのかね。環境設定するんだよね。こういう温度がいいんじゃないかとか、こういう土がいいんじゃないかとか、こういう湿り気がいいんじゃないかとか、こんな肥料もいいんじゃないかって、それはすべて環境設定なわけですよね。で、その環境が整ったところで、その生き物に適切な環境が与えられたら、情報は、ああ、本当にあるままに開いていくんだと思ったときに、これで私の人間力がやっていると思ったんですね。その人がすでに持っている情報を開花させるような環境設定として園芸を用いていくという。で、じゃあその情報の開花っていうのはその決まりの花を咲かせるって言っちゃえばそれまでなんですが、もうちょっとそうするとね、一生大輪の花を咲かせようってまたこう頑張る気持ちが出てくるから、情報の開花って何だろうってこう考えた時に、表現かな。ここにあるその魂がこの中にあるいろんな私を作り出して、私が生まれながら持ってきた情報が出会いによって表現されて、でそこで考えた時に、私の言葉みたいなことを育ててきましたが、つくづく植物を育てるっていうのは子育てにつながるな。うちのアスカとリュウタなんです。アスカはアスカ、何の情報を持ってきて生まれたんだ。リュウタはリュウタ何の情報を持って生まれてきたんだ。でも親は自分の幸福幸せと思いが価値観によって、この子の幸せがねバラになることだ、愛情から思ってしまってね、バラになれバラになれって育ててることが多々あるんじゃないかな。だけど命は知ってる。バラという情報はなんかないんだけどな。大根なんかでもな。天ぷらに入れられて、いただきをもらって、水もかけられたんだ。でも大根に立ち戻ろうとすると、あんたの道はこっちだよっつってバラの道に引き戻される。そういう中と外のズレっていうのを、ずいぶん生きていってるんだろうなと思いつつ、もう一つ気がついたのが、その人がどういう情報を持っているか、つまりその人なりってどういうことかっていうことを丁寧に探る前に、外付けの条件付けをあまりにも急いでしすぎてないだろうか。教育しつけ、いろんな中でその人にとって良かれたのをいっぱい、あたかも私に不足がいっぱいあるから補ってあげよう、補ってあげようって言って、そこからつけとか多いんじゃないか。じゃあ私がまず私であることを祝福してあげたいと思ったんですね。まずはそのことを受け止めて祝福してあげたい。でそこから、なんかその人なりの表現とか情報の開発っていうのをされていくような気がするので、それを私は表現をやっぱり魂の命の輝きと呼んでるんです。でその輝き、その人の持っている情報が引き出されるような環境設定を植物という
来言ったツアーに入れるお金を育てる人ということで。